おはようございます。今日は2024年の7月10日です。水曜日です。これテイク3回目です。3回日付で間違えました。忘れたいね。で、午後が午前7時5分。ゆったりできます。うん、ゆったりできます。こんだけ時間が余,余っていればゆったりできます。 とりあえず2024年の7月10日水曜日です。7月10日水曜日です。ぐどいようですけど、7月10日水曜日です。えいたずら電話の話なんですけど、ネットで話しかけてきてくれた人はなんか、知ってたネ妬みとかじゃなくて、 楽しいからゆか、愉快犯っていう言葉の意味がある。調べたこと,調べたことないからわかんないんだけど、愉快って,快って書いてあるぐらいだから、楽しんでるって意味なんでしょうね。愉快犯って書いてあったから。そんな犯罪,犯罪があるのは知らなかった。犯罪っていうか、そういう感情が、あの、なんて言えばいいのかな。感情じゃなくて、そういう楽しみ方ね。 なんでかって、一日一回かけてくるだけだからね。まあ、三回、三回、四回かけてくることもあるけど、うん。面白いのかなとかも、俺思うんだよ。思うんです。面白いのかなって。面白いんでしょうね。する人にとっては。でも,も、俺は、俺は多分、 知ってはネタ見たと思うんですよね。なんて言えばいいのかな。俺が元気で、元気で、本当は病気じゃなくて、こういう動画上げてるとか思ってる人なのかなって。あと、一応五体満足やから、その人から見ると羨ましい。ど片手がなかったり。 片手がなかった人はちょっと凄す,すぎるけど体が病気で動かない箇所があったりね何、うん、かあった,あったら5体満足の俺は羨ましがれるんだろうなと思ったちなみに俺右足悪いからね右足あの人体切ってるから悪いのジャンプできないの走ったりもできないの俺の右足は壊れてます ぶっこられました二十歳前後の頃にバイクで車と衝突,衝突して右足を持っていかれました右足,を失が右足を失ったっていうかまともにちゃんと動かせなくなった代わりにねあの命を救ってくれたんだ右足をなくすことで右足はついてるよついてるんだけど 走ったりジャンプしたりはできなかった。痛いの、足が。膝、膝か。膝が痛いの。うん。だから右足を持っていく代わりに、命を助けてくれたんだなと思った。ノーヘルだったからね、ヘルメットかぶってなかったから、頭打ったのよ、思いっきり。眼球が真っ赤になって、真っ黒になって、血液が、この眼球あるでしょ。 この真ん中の目と同じように黒くなってるのよ。黒くなったのよ。眼球が、全体がね。破裂したんだろうね、血管がね。ノーヘルでぶつかったからね。命あってよかったよ。二十歳の子に、なくすとこ、なくすとこだったもん。今でも死んだ母ちゃんが、死んだ母ちゃんが慌てふためく姿がね。 思い出されるんだよ母ちゃんがいた時に事故ったからね母ちゃんが近くにいたのよだから慌てふためいていたのよそら息子がバイクで車とぶつかって地面に倒れて気絶してる気絶,気絶したからね意識失ったから気絶してんだから慌てない親はいないわな まあというわけで、右足を持っていかれた代わりに命を助けてもらいました。10、うん、交換ですな。10交換。何かを控えに同じような価値のものを交換する。10交換。でも、命より比べたら、右足を失ったぐらい軽いよね。だからラッキーだよ。 もう一回ついてる失ったって言ってもつ,つ,るからつ,いてるついてますからね足は足はついてますからねただ走ることやジャンプとかできなかった,いた痛いからね悪化するからだから命の引きかとしては10日1交換の原則10交換 ラッキーでした。安かった。でも一回も話戻るけど、愉快犯か、考えもつかなかったな。うん。そういう人もいるかもね。いるかもね。でも、でももう、いいや。 もう来ないし秘密の方法でブロックかけたしいいや、うん、とりあえずおはようございましたこれで終わります終わろうかな,終わ,ればかな終わるかな終わるか